グリム童話集78年寄りのおじいさんと孫昔々あるところに石見たように年を取ったおじいさんがありましたおじいさんは目はかすんでしまい耳はつんぼになって膝はブルブル震えていましたおじいさんはお膳に座ってもさじをしっかり持っていられないで スープをテーブル掛けの上にこぼしますし、一度口に入れたものも逆戻りして流れ出るようなありさまでした。おじいさんの息子と息子の女将さんはそれを見ると胸が悪くなりました。そんなわけで大年寄りのおじいさんはとうとうストーブの後ろの隅っこへ座らされることになりましたし、息子夫婦は おじいさんの食べるものを素焼きの瀬戸物のお皿へ盛り切りにしておまけにお腹いっぱい食べさせることもしませんでしたおじいさんはふさぎこんでお膳の方を眺めましたおじいさんの目は潤みましたある時のことおじいさんのブルブル震えている手はお皿をしっかり持っていることができずお皿は床へ落ちて 小波人に壊れました。若い女将さんは小言を言いましたが、おじいさんは何にも言わず、ため息をつくばかりでした。女将さんはどうか二つ三つで、おじいさんに木の皿を買ってやって、それからはおじいさんはそのお皿で食べることに決められました。三人がこんな風に陣取っているとき、四つになる孫は、 床の上でしきりに小さな板切れを集めています。何をしているのとお父さんが聞いてみました。おき鉢ちをこしらえてるのと男の子が返事をしました。坊やが大きくなったらこのおき鉢ちでお父ちゃんとお母ちゃんに食べさせてあげる。これを聞くと夫婦はちょっとの間顔を見合わせていましたが。 ととうとう泣き出しましまたそしてすぐ年寄りのおじいさんを食卓へ連れてきてそれからはしょっちゅう一緒に食べさせおじいさんがちっとぐらい何かこぼしても何とも言いませんでした。